池田テレサ、東京都出身の19歳です。5月12日生まれです。じゃあチャームポイントは手が小さいことで、手先が器用です。絵描くことはずっと昔から好きでした。なんかちっちゃい頃から、なんか物心ついた時からずっと描いてましたね、絵を。なんか自分が見たものを描いたりとか、食べ物とか動物とか人とか、そういう絵描いてました。すごい抽象的なんですけど、なんか誠意がある人間になりたい。なんか真面目な、なんかアイドルの仕事にちゃんと向き合ってる人に、人として見られたいです。カメラがあるとなんか緊張しちゃって、なんかめっちゃ顔怖くなっちゃうんですよね。人見知りっていうのもあって、あんまりなんか普通の人の前ではあんまりいっぱい喋れないんですけど、なんか昔からすごい勉強しやすくて、クラスで発表するやつとか、スケートの試合とか、中学2年生とか、1年間同じテストにずっと落ちてて、で12回同じ級のテスト受けたんですよ。ショックです。いつも泣いてました。なんか久しぶりだからすごい疲れました。でも結局なんか多分人前に出るのが苦手なのを、スケートでもずっと克服できなかったので、なんかそういうところを変えたいなって思って応募したのが一番大きくて、なんかみんなに応援される人になりたいです。その私のことを好きになってくれてる人とかにちゃんと自分の気持ちを返して。